この役のオファーを受けたときのお気持ちそして、その役を引き受けようと思ったポイントを決めてはどういったところだったんでしょうかそうですねあの、まあ、まずは内山監督の作家性に惹かれたっていうところですかね、えー、最初、お話をいただいたときに、まあ、脚本を読んでそして実際に内山監督とお会いしていろいろとお話をしたんですけれども。 その時の、まあ、彼のなんか話している内容であったり、その思いっていうものが、すごく彼の内側にはこう何か叫びたいものがあるんだろうなっていうのを感じて、なんかその声を僕はあやとという役、まあ、フィルターを通してあの表現したいって、その時にすごく思ったんです、それであのこの作品、絶対に参加しようと思いました。はい 人を演じられるのはかなり精神的にもきつかったんじゃないかなと思うんですがそのあたたりいかがでしたまあ確かにあの今回演じた彩人は、うんまあ、自分の置かれている環境、家庭もそうですけれども、まあ、本当こう呼吸することがもう一生懸命それだけ呼吸することだけでなんか精一杯っていう役柄なので、まあ、作り上げていく上でも大変だったんですけどでもそれ以上に。あの 弟の平正代が本当一生懸命今回格闘技もあるんですけどそれに向けてまあ体と減量をしているのをまあ隣で見てきたのでなんか頑張れましたね。 後ほどそのあたりりも伺ってみいいいとと思まますすがありがとうございます岸井さん、あの日向は恋人として風間一家を綾やとの隣で支えるという存在なんですけれども日向がいるシーンは少し穏やかな空気も流れる、えー、そんなシーンだったと思います風間家の皆さんとのシーンで岸井さんが大切にしていたことはどういったたことでしたか、あのーまあ、全体を通してなんですけどこ,うこぼれそうな思いをこぼれないように。 我慢してほしいっていうことをずっとあの言われてたので、監督からあのどんなシーンでもどんなに辛くてもひたひたになっちゃってもこぼれないように我慢するっていうことを心がけるというかそういういいにずっと過ごしていましてまた本当にそれが声ギリギリのところで保ってるんだなというのが現れていたんですが磯村さんと共演されていかがでしたか。 あの磯村さんとはあんまり死後をしてないというかあの現場でもおうちのセットの上が支度場所だったのでなんかこう役からあんまり離れることがなくておしゃべりとかはあんまりしてなかったのであの最終日にひげを剃った磯村さんにお会いして本当に誰ってなったぐらいあやとでいてくださったんだなっていうのをすごく感じました。 磯村さんそんなふうに結構驚かれてたんですねはいなんかまだ、ね、最終日は本当大事なシーンでもあったので本当あんまり姿を現したくなかったんですけどまあね会ってしまってちょっとショックをね与えてしまったことは非常に反省しております <laughs>、はい、<laughs> これだけ入り込んでいらっしゃったという,ということだと思いますがありがとうございます。